どうも、大阪で、大阪を中心に活動しておりますブロードテアトルの座長の豊島です。ブロードテアトルの公演としては、まだ次回の公演は詳しくは決まっておりませんが、秋の11月頃に、いろいろと企んでおります。詳しい情報は、ツイッターやホームページなどで、随時アップしていこうと思います。そちらを確認していただければと思います。で、うちの代表しております、フォークレイヤー小一郎が100円出ます。庭劇団ビリノという劇団のダークマスターという作品に出ます。庭劇団ビリノというのは結構海外でも評価されている、とても有名な劇団さんが大阪に来られて、大阪で滞在制作じゃないですけれども、するというになってます。で、このダークマスターというのは再演ぐらいの何度も再演されている名作でして、実はといえばペレイラがなんか主役らしいです。かなり重要な役を担っているらしいということ、僕もあまり楽しみにしているので気に入らないようにしているんですが、そういう役どころらしいので、ぜひ皆さんこちらも見に行っていただければと思います。プロのテアトルとしては11月秋に、芸術の秋と呼ばれる11月に企んでおりますので、ぜひそちらもチェックしていただければと思います。よろしくお願いします。